はいそうですね、あのー、やっぱりリボックっていうのはもう歴史あるブランドなのでその中でこう,こうやって起用していただいたのは本当に嬉しく思いますはいいろんな種類のこうアスリートだったりこう芸能の方だったりこういろんな方がこのビデオに参加してるんですけどもその中で僕はダンスっていうことで、えー、こう トレーニングを見せたんですけども本当に靴が軽くて本当に踊りやすいしトレーニングにぴたりの靴だと思ったので本当に撮影もやっってていて楽しかったです、はい、ダンスはもう比較的簡単なダンスで皆さんができるダンスをこうイメージしたんですけども本当に子供から大人までできる。 こうステップっていうのをイメージしてこうやってみたのでぜひ皆さんに挑戦してみてほしいです。トレーニングは本当にツアー前になるとみんな入るんですけどもその時はもうバイクだったり僕は格闘技やったりでもやっぱり基本的にダンスを踊ってこうリハーサルっていうのが自然とトレーニングになっていくので LDH では結構トレーニングもやりつつやっぱり。 リハーサルでしっかりたくさん踊るっていうのが目になってくるんでそれでスタミナつけたりっていう感じになってますうんいや本当にめちゃくちゃ軽いなっていうのが印象でだから今まで履いてきた靴一番軽いと思いますなんで今トレーニングそしてダンスのリハーサルでぜひ使いたいなと思います 応援メッセージ、そうですね。でもやっぱりこうダンスとかってあのこう自然と体を動かせるしこう無理にあの筋肉にそこまで負担かからないこうトレーニングになるのでよりしかも音楽に乗って楽しめるのがダンスなので是非みんなにこうやって家の中が楽しくなったらいいなと思ってます。はい おうち時間ですね僕ゲームいいっぱいしますよゲームしながらあのたまにダンス考えたりで音楽も結構作るのでその中で歌詞を考えて考える時間だったり映画を見る時間だったりこうでも本当皆さんと同じ時間を過ごしているので,、うん、で普通にご飯も食べてで家でもう皆さんと一緒ですなのでこのトレーニングも僕も家でやって楽しんでいきたいなと思います。はい バレンタインはあの日本だとこう女性からもらうイメージがあるんですけども僕は中学校の時とか高校の時とかあの女性にあげていましたね先生にも持ってったり好きな女の子に持ってったりだからあのバレンタインデーはだから今こう見てる男性の方は是非女性にプレゼントしてみてほしいなと思います。 そうですね、まあ、僕の希望としてはあのライブしたいなと思ってますねいつもなんか記念事とかそういう時にあのやっぱりこう自分の持ち味はやっぱ歌と音楽とダンスなのでそういう日になんか皆さんと楽しめることを作りたいなと思うんであので誕生日にライブしたり曲を出したりもするのでなんかバレンタインデーにぴったりな,なんかみんなが喜んでもらえることをしてみたいなと思います。